はい、皆さんこんにちは、出雲正人です。ですね、先日発売になったですね、世界の感染キット、ボル4が出ましたですね。早速ですね、こちら量販店の方に買いに行ったんですけども、私がですね、到着した時にですね、ちょうどですね、1箱抜かれていてですね、それがどうも巡洋艦の青葉だったかと思うんですけども、結局ですね、青葉ちゃんは出なくてですね、1つ抜かれているところで購入したもんですから、青は出なかったんですけども、それ以外のものは、フルハルという状態でコンプしました。でですね、一つ一つ説明をしていきたいと思いますので、まずこちらを見ていただきたいと思います。こちらロドニーですね。こんな形になります。切り口をですね、修正したりとかですね、してますね。で、以前のものと違ってですね、こうマストもですね、だいぶこう省略がなくなってですね、いい感じに来てるんじゃないかなと思うんですね。塗装もですね、掃除で綺麗にはできてるんですけどもね、この第2砲塔 の、ターレットのところを見ていただくと分かるんですが、本来グレーになっていなければいけないところがですね、ちょっと甲板色がかぶっていたりとかですね、これはいかんなというところは確かにありますけどね。ただですね、全体的には綺麗ですね。あと金型もですね、やはり新しいキットだけあって、とても精密にできていてですね、いいキットということは、できるとは思います。それとダボとですね、ダボ穴とかの整合性とかもですね、なかなか計算されてますね。以前みたいにですね、部品が入りづらいとかですね、そういう部分はね、どんどんなくなってきてますね。こんな形ですね。中央構造物のあたり、今アップで見ていただいてるんですけども、こんな形になります。ちょっとですね、色が濃いめかなっていうところもありますけども、ネルソンの方とですね、対比をするのにこういったね、ちょっと濃いめのカラーで、来てるんじゃないかなっていうところがありますけど、いかがですかね。モールドのね、入り方もね、なかなかよくできてますよね。で、ちょっとこうマストが太いなっていう感想を持たれる方いらっしゃると思うんですけども、これはしょうがないんじゃないかなと自分は思うんですね。あまりにもですね、これ極細にしてしまうとですね、もうハンドリングの問題でも多少苦労してですね、ポキポキ折れてしまいますからね、これは仕方ないんじゃないかなっていうところがあります。総じていいキットだと思いますね。あとこちらがビスマルクの方ですね。で、ヨーロッパの方とかでですね、鉄マンジがですね、気に入らんと、ナチスの、象徴じゃないのかっていう意見があるもんですから、その例に、例に倣ってですね、このマークが省略されているところがあると思うんですね。これ F トイスさんがですね、海外にも出していこうっていう、意図があったんじゃないかなっていうふうに私なんかはそう思いますけどね。これだけのね、ミニスケールでこうね、こうやってアップにしてもですね、それなりの状態っていうのがあるわけですから、かなりよくできているということは、分かっていただけると思うんですね。この独自の明細もですね、割とくっきりとしてますよね。にじみがなく、なかなか綺麗に塗装されてると、思うんですね。こんな形ですね。塗装なんかもね、掃除で綺麗だということが、できると思いますね。で、金型もね、シャープ感があるような形になってます。これね、これも組んでいてですね、やっぱりダボとダボ穴とかの整合性ですね、そんなにですね、やりづらい感じもすることもなくですね、きっちりと入ってですね、むしろ緩いぐらいのところもありましたけども、そういう部分に関しては接着剤を使ってやってですね、固定しましたけども、なかなかよくできてるキットということが、できると思います。こんな形ですね。
で私が欲しくて仕方なかったそのまあ青葉ですけどね、まあこちらになりますね。でこうシリーズをですね、あの全体をですねこう見ていただいてあることに気がつくと思うんですけど、もうみんなが何をね狙ってね、あの引き抜いたかっていうのが分かりますよね。あんまりですねこれ言い過ぎてしまうとですね、あのちょっとエフトイズさんも身構えてですね、まあ、調整してくる可能性があるんで、ちょっと自分もあんまり言いたくないんですけども、あのシリーズを見ていただいて一番軽いのがね青葉だっていうところで、あのね、一発でこう引き抜いた方がいるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと青葉が出なかったのは残念なんですけども、別途調達するような形にあの私はしました、まあ、なのでこれから青葉も手に入れることはできるんですけども、それ青葉以外のものは、4種類、コンプしました、以上で本日の報告になります。総じてですね、あのいいキットなんで、あのね感性が好きな方いらっしゃったら、ぜひ買ってみるとですねいいんじゃないかなと私はそんな風に思います。今日はですねうちのチャンネルの方を見ていただいてどうもありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタンを押していただけるか、あるいはですねチャンネルフォローしていただけると大変私の励みになります。本日はありがとうございました。